狼が占い役師で職神占をおいが選びく隠れだてるさい。場合には、もう、選アイ択ソンし手な配いしてく場ん合、ない。余っ二日ている目、役潜職伏がで出るだろうじゃランなくダムて。で振り分けられま基本す。的に、もうゲームにあななんたないのから、そ役れ。職はうん。狂信者初日にで占いす。で出ないのはもうゲームになんないから。夜が更けました。もう、メンタル的人に、狼に気をやばついけ人てだくから。ださい。自己中心的な度合いが強い占い師だから。自分勝手ってことだから、ものすごいレベルも。サッカーやってるはずなのに、個人でやってる人。ずっとドリブルで持って、一人で突っ込んで、ボール取られまくってる人。それもゲームにならないから、そんな人いたら。そもそもそんな人いたら練習と態度を見て、監督が使わないんだけど。一応夜こが明けれ、ましね、た。いろんな人たちが入ってくるからね。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。今日は、黒い人を釣りたいですね。怪しい人。普通に発言精査して、白い人は残して黒い人は釣る。当たり前ですね。そうするとね、勝つ可能性がある。私たちが信じている人狼ゲームのやり方ですよ。とあるレジェンドプレイヤー、伝説の男と言われる男だけは違うらしいですね。白い人釣る。驚きですよ。その人は宇宙考察だとかって言われてますけど、一応すごいっすね。私みたいな庶民は無理ですね。何をその人は言ってるんでしょうね。何が伝説ですか。私は驚きですよ。黒い人釣るんですよ。そして勝つんですよ。私たちの人狼殺はそれしかないんです。つまり私たち村メンバーはね、黒いと思われたら釣られるんだから頑張って白くなる、なればいいんですよ。そして発言精査で勝つ。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、どうも。村人陣営です。特に仕様ありません。4番さんの言ってる黒い人を釣りたい、白い人残すって議論は、普通のことかなって思ってるので、4番さんに関しては、異動機はないかなって感じですね。ただ、1日目ってなかなか黒い人探すのって難しいと思っていて、もし黒い人がいなかった場合は、SG 値というか発言伸びない値を釣ることもありかなとは思ってます。4番さんに関してはそのぐらい。そうですね。無駄気のある行動をとってほしいなと思っていて、無駄スラとか柱発言はやめてほしいかなって思ってます。濁ると弱くなるからね、単純に無駄が。あとは、そうですね。発言しっかりしてもらって、前の人の印象どうとかいうことが大事かなって思っていますね。役スラはまだありだと思ってるけど、役スラしたから白いとかそういうふうには見ないんで、盤面だけでは見ないんで、ちょっと頑張ってほしいなってとこですね。以上です。6番のプレイヤーが発言します。別に4番さんを白く見るわけじゃないとだけ先に言っとくね。だけど、4番さんの印象はすごくいい。僕は、よくこのゲームをやる人で、言論バトルで勝った方の陣営の勝ちでいいよっていうのは俺はすごく嫌いで、それよりも、狼を探すのがこのゲームの本質だと思ってるんで、言論で負けてる方でも白要素が取れるなら、その人を釣るべきではないのかなと僕は思ってる。言論のバトルだけしたかったら、ディベート会場に行ってください。このゲームは狼を探すゲームだと思ってます。だから4番さんの印象はすごくいいと思ってる。ただ白黒つけない。というか、つかない。わからない。で、困っ5た番ことさんはが事ね、前の策として、俺は狂人の時の黒い方人がを釣りね、たいけども、その黒い人が見つからないときは一般論になっちゃうん SG 値だよ釣りたいよって言ってね。て、僕もそれは賛なんでかっ成でていす。うと、色村のの技要能素をがやっ取れてなるいの人っは、ていうのは、もう明最言が終あ尾るん間で、違え SG 値るの村可能人性があをる残のしで、て発表する。一般的7に聞くと番白いの釣のるにプ聞レこえイるんだヤーけど。が発言狼をし釣まるっす。て言ってるだけなんだけど、は本い、当は。7番伝説の占い師、3番が白です。4番さんに触れていくと、4番さんの言ってるこ白とっや、黒て、い。ただね、当た綺麗り事前のことなん並べてですよ技師ね。あぶたりだ出なすんただか、の猫ですよ。無駄に時間使ってるなって感じがしたから、印象はあんまり良くないかなと思ってます。5番さんは4番さんに結構ソフトタッチ、柔らかいタッチをしてたんで、5番さんってもしかしたら何かしらあるんかなって思いました。6番さんはもう弁論で負けてる方が釣られて当然っていうけど、自分は勝ちたいんで、やっぱ狼をね、しっかり見つけたいなと
思ってるんで、6番さんも印象は良くないです。はい、私目線はね。まあ、それぐらいですね。3番さんが白です。7番、最強。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、7番さんに関してはあんまりよくわからないので対抗出たら精査しようかなと思ってます。若干違和感なのが6番さんかなと思っていて、半分わかるんですよ。発言が真っ当だから白かっていうのは正直ないと思う。ただ、結局発言ゲームだから、やっぱり発言が勝ってる方が村っぽくなるのは当然だし、人外側っていうのは絶対におかしな発言をまあ、する可能性が高いと思ってるから、僕はその言いたいことはわかるけど、なんか4番さんの言ってることをちょっと拡大解釈して4番さん印象いいって言って、若干4番さんにすり寄りじゃないけど、なんか、東海市を走ってるかなぐらいの感覚は受け取れたから、当然人外です。別に4番さんってもう超当たり前のこと言ってるから、6番さんちょっと4番さん言ってること拡大解釈しすぎじゃないと思ってるけど、発言、伝説の男は圧倒的な村なんだから、バトルがどうのこうのって別に4番さんそこまで言ってないと思うから、ちょっとそこが違和感だったかなぐらい、2周目かなと。大嫌いだからね。村のヒロちゃんもそう。狂人と狼のヒロちゃんは大嫌いだから、ね。だからまあ発言出たすればいい。9番です、お願いします。伝説の男は村なんだから。ね、村を応援する気持ちがあるときは村ね。まあ、8番さん。伝説の男、イコール私のことは嫌いって言ってんだから。ね、村のヒロちゃんが嫌いって言ってんだから、真っ赤だね。狂人猫ですよ。狂人猫ですよ。言論で負けたら負けてても、白ければ釣らなくていい。そんなメタなんかいらない、まあ、そうなんでしょうけど。一応言うんだったら、ね。6番さんってそこまで言ってなかったよねっていうところで。一応役を演じてますから、ね。6番さんが、村のヒロちゃんを嫌いな狂人という意味をしてます。解釈してしまったってところはよくわからないですね。まあ、白ければ釣らなくていい。まあ、白ければ釣らなくていいと思いますね。黒要素が出たら釣ればいいっていうことだと思いますね。発言で負けてても、黒要素がなんか白っぽければ、まあ、それだったら釣らなくていいんじゃないってことでいいのかなと思いますね。7番さんっていうのは対抗が出てからかなと思いますね。で、まあ、6の絵の触れ方も、まあ、6は印象良くないっていうところで言ってたので、特段違和感はなかったですね。まあ、占いは対抗出てからしっかり精査します。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。特に必要ありません。何やろね、4がその発言で怪しいと釣りたいっていうのは確かに論としては間違ってないかなと思う。だったら4がそう取るんであれば、じゃあ2周目の発言は俺は特に期待してるよ、4番さん。まあこれは6番さんもそうだよ。そこが6番さんっていう人物っていうのは4のことを。ああ、まあこれは8番さんが言ったらまあ拡大解釈ではないけど、自分目線っていうのはね、4番のことが印象よく思えたんだったら同じ思考として、はい、しっかり人狼さんを探してくださいね。って言っとくよ、俺は。はい。そうやね。特段として気になったのはそんぐらいけど、5番っていう人物っていうのは、なんだろうね。まあ、SDG 釣りたいっていうのは、そこに関しては、まあ、間違ってはないかなと思ってるけど、だから無理くり SDG に持ってった場合って、もう俺、ご釣りを提唱したいなとは思ってるよ。これは無理くりね、5番が SDG に持っていくような発言を残した場合ね。はい。ここに関しても、しっかり残しておこうかなと思ってる。ああ、俺、全然触れれてないからな、8期に関しては。2周目頑張ります。2番のプレイヤーが発言します。いやー、先に言ってきます。白先の1番さん、僕でのあれの占いで、白先の1番さんしか俺は同意できないから、マジでやべえな、この村って思ってるかな。俺、時点でいいなって思ったの、対抗だけど、7番さんの意見が一番まともだと思ったもん。要はさ、4番さんの意見って、まあ、あれこれあれと、俺、要はさ、議論発展させてほしいんだよね、4番さんの意思に対して。ね、議論発展って言っても、意味、中身のある議論発展ね。要はもう宗教観の違いでずっと9まで来てるから、これって、最初の指針取りとして、4番さんの意見って、あんまり俺は理がないと思ってて、で、6番さんっていうのは、まあ、宗教観の違いでしかなくって、そこって、俺はそこに合わないから、ただ6番さんってそこに対して強く言ったのよ。だから強く言ったからこそ、なんか8、9が釣りをしてるように見えるぐらい、なんかその、むしろその色を落とさない5番の方が、俺はおかしいなって思ってたからこそ、こういう精査になりました。3番のプレイヤーが発言します。あ、はい、どうも。2番って霊能って言ったけど、占いっていうことでええんよね。白先の1番って言ってたね。じゃあ、2番が1白と、7番が僕に白ということですね。把握しました。でね、まあ、みんなが6番さんが拡大解釈してる、ちょっとおかしいみたいな言ってたけど、6番さんの考察単体では村っぽい考察してるなって思ったね。
議論の勝ち負けじゃなく、その人外っぽいか人外っぽくないかっていう話で見ようっていうのはすごい村っぽいなって思いました。で、4番さんはあの黒っぽいところつろっていうだけの本当にただの色落ちのないテンプレ発言で、5番さんは SG1 を釣りたい、発言伸びなさそうなところを釣りたいって、なんか1周目で黒いところあんま見つからんから発言伸びなさそうなところを釣りたいっていうのはね、そうですか。4番のプレイヤーが発言します。今日は1番釣りましょう、全員で。うん、1釣りですよ、今日は。黒すぎですよ。1番釣りです。1釣りです。はい、1番釣り。はい、二席士登場、1釣り。黒すぎだったよ。5番の SG1 を釣りたいと思ってるって。SG1 釣るのは当たり前でしょ、5番、6番が言ってるのは。黒いと怪しい人を釣っていかないで、このゲームは勝てませんよ。白い人を釣るってわけわからないですよ。何？一番はその伝説の男にかぶれてるんですか？うん。何が？女性プレイヤーが伝説の男がね、人気あるらしいですよ。私はこんな人狼殺にしたのはその男のせいだと思ってますよ。白い人を釣る。そうじゃないんですよ。黒く怪しい、おかしい発言した人間、もう一釣りしかなかったです。5番が、不当、SG1 みたいな人を釣ったら、釣ります。派なんですけど、もう確定で一釣りはもう見えてましたよ。私は平和村だと思ってね、急いでね、出ましたよ。2番霊能がいい仕事しましたよ。今日騎士から行ってください。占いから行かなくていいっすよ。あ、まあ占いから行ってもいいけど、その代わり守るなら私ね。私はただの新騎士なので、守ることしかできませんが、一番の確人外はお約束ですね。はい。7、3の星座は任せます。ん？ 3 番が後から出てきて、1に白を打つ。あなんですけど。もう今日は1番言ってくれれば1番いいっすね。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、2、1、2番面ですよね。最終的な釣り位置は2番さんに任せたいと思うんですけど、まあ、この場合1、4釣り切りでいいかなって思ってます。あんまり、3、7から詰めてクロス越えとかは強いと思っていないので、一応釣り切って普通の2、2番目みたいな進行で、詰めていった方が、占い心境を深めた方が強いと思っているので、3番さんに関してはなんであの位置で出なかったのかなっていうのはありますね。3、4番面作れたので、3番さん新占いだったら結構強い盤面だったんじゃないかなって思うのに、潜伏した理由が全然わかんないから、3がに、まあ、2が霊能すらしたことによって、部屋無駄になっちゃったから、急いで出てきたように見えちゃいましたね。7番さんに関しては特に1周目違和感なかったんで、現状、3、7だと7の方が新目に見えてるかなって思ってます。で、1、4の真偽わかんないんですけど、純粋に4がちょっと騎士っぽいなって、新騎士っぽいなって思っているので、1から詰めるのありかなって思ってますね。1番さんの僕に対する意見で SG っぽいとこ無理やり釣りに来たら僕を釣るみたいなこと言ってたのもちょっとよく分かんなかったんで、うん、まあ1位かなと思ってます。1番だったら6番さんそんな変なこと言ってなかったと思うんですけどね。まあ確かに4番さんの発言にないことを言って4番さんの印象いいって言ってるけど、あれは6番さんの進行論であって6番さんの駆動要素ではないと思ったので、8がまあ8、9が結構釣り落ちてきてるなっていう印象で、特に9番さんが乗っかってたので、8番さんはちゃんと理由付けしてたんで、まだ良かったんですけど、8、9だと9の方が印象が悪かったです。6番のプレイヤーが発言します。まず、俺、3番の出方も微妙だと思うけど、7も俺の発言をちゃんと聞いてなくて、俺は、言論バトルで、負けた方の負けでいいよなんて一言も言ってなくて、言論バトルで負けてたとしてもその人が白要素が取れたら釣りたくないよって言ってるが、7はちゃんと話を聞いてないなと思って、だから3の出方が微妙っていうのと、7がちゃんと話聞いてないっていうので両方に失点があるかなと思ってる。で、8は多分ね、7が占いだから、まあ、特に触れないけどって言ってたから、8はそのことに多分気づいてたと思うけど、触れなかったのかなと思ってるから、まあ、8は置いとくとしても、9は、あからさまに7が俺にとった妙な、なんていうの、話の聞き漏れを、9は全然拾えてないから、9は全然話を聞いてないと思ってるよ。
だから現状一番印象悪くなるのは9だと思ってる。グレーの中ではね。まあ3、7、俺はまだわからない。正直、両方に失点があると思ってる。そうだな、明日以降の話を聞いてからに決めたいなと思ってるかな。1-4だったら俺もどっちかって言ったら1から釣りたいかな。4の方がなんか、俺は、なんていう、進行論とか、その狼を探せよって意気込みが4からすごく感じ取れてるから、4の方が印象がいいと思ってるから、1はまだよくわからない。まあ1の発言聞いてからかな。7番のプレイヤーが発言します。いや、1の方が新芽あると自分は思ってるんで、1釣りたくないです。その場合って多分自分が噛まれて結構泥沼試合になるかなと思ってるんで、まあ、1に自分を守ってもらいたくて4が2護衛で、まあ、2番3噛まれたら4の2背ってわかるから、だから今日グレー冷たくて5、6が4進って言ってる意味が全く分かんなかった。4の2周目聞いても全くグレーの精査なかったし、5か6冷たいな。2番さんどうですか？9番の怪しい要素は拾えてないんで。あのさ、もう7番で芯取る気ねえだろよ。5、6どっちかに狼がこれ出てますね。だから1か4に確定でローいるんだから、1、4釣りしかないのにグレーを捨てる時点で1に守ってほしい。ライン切ってればまだしも、もう芯取れないよ、もうこれ。俺はもう居座るしかない。めっちゃ難しいなと思っていて。7のローが捨てたら居座って、まあ、7番さんのタイミングとか、まあ、そのなんだっけ、5番さんだったっけ、3仕様なのに、みたいな言ってたけど、正直それはまあ5番、3番さんの発言を聞かないと分かんないなと思ってて、今の7番さんの発言ってやっぱりおかしいなと思ってて、まず1、まだ7番さん目線で3に白が刺さってるわけだから、7番さんって3が強靭で、騎士に1人狼、で、グレーに一郎がいるわけだが、正直別に、なんていうんですかね、だったらグレー釣らないで 4釣りでいいんじゃないのっていうのが、率直に思ったことかなって思ってて、まあ、なぜなら、てかそもそもだって3番さんが1番さんに白でいるというか、3強靭で1番さん狼見えて囲ったっていうのを追わないのがおかしいと思っているから、普通に7番さんが偽っぽいなと思っている、ただ3番さんも正直やっぱり出方に関しては違和感があるなと思ってるから、分かんないな。占い心境かな。7番さんがグレー行きたいって言ったことから、まあ、強靭っぽくも見えるし、まあ、3番さんが1番、まあ、騎士に狼が出てるの分かって、まあ、1番さんの方が偽っぽいと思って囲いに立ってもよるから、現状占いが新境だと思っており、5番さん、そうなった時5番さんっていうのは若干村っぽく見えるのかなと思っている。なぜならば5番さんっていうのは真っ先に、占いじゃなく騎士から行くって言ったから。ただ5番さんが4号狼だった時っていうのは、まあ、全然成立する話だと思っているけど、まあ、真っ先に出てきたのがちょっと、まあ、新居だった方だったら5番さんがちょっと村っぽいかなぐらい。まあ、現状わかんないけど、俺は1番さんに行こうかなと思ってる。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番です。お願いします。そうですね。自分も、7番さんの発言聞く前までは、7番さんの方が出方的に真かなと思ったんですけど、グレーから冷たいというところで、まあ、これ8番さんと同じ意見になってしまうんですけど、やっぱ霊能は、真、強で出てると思いますね。で、騎士の方に真と、ローがいると思ってます。いや、もう、で、そうですね、現状、やっぱ1番さんの方が、狼臭いかなと思って、てますね。こんなのできないんだったらもう、7番さんがグレーから冷たいし、取れないから3日目に行って5番さん6番さんこれで芯取れると思ってるやついたらやべえと思うで。ただ8番さんの芯なんか取れないからもう絶対だと、まあ、ここ取れないから村にある発言、村としては2から行った方が自分がいいと思うので、現状は2番紙でもいいよ。俺ない7白打ってやるよ、もう。まあ、1番さんの発言聞いて変わるかもしれないですけど、3番紙の体勢取ってあげるから。1番強靭の気持ち考えろよ。いや、マジで終わってんなと思ってるな。7番やべえよ。1番、1番は村に絶望でしょ。俺はね、7番に絶望してる。その相方が5か6にいるんじゃないかなって。普通に1、4がローでしょ、7して。7番3白なのに、1、4じゃなくて8、9行こうって言ってるんで、もう俺も絶望。お互い大変だね、1番。1番は村に絶望でしょ。5と6に比べたら、1番するって言ってる。俺ね、5ってね。
あの、4位で見たもう一人の狼は、まあ、いいとして4番さんの方が7番に絶望してるので、ね、あくまでフィーリングでしょって。このシチュエーション3番ってなるか、一応のローを狙うかしかもうないのに、グレイ食ってる時点でもうな、ガタガタねえから、もうすぐするから3番仮面もめんどくせえ、もう。で、4番さんだったらもう俺知らん。あの、俺がなんか、あの、5番さんのことを SG1 になんか、なんか無理やりなんて無理くり繋いでいくっていうのに関してもなんか分かってないようだけど、いやそうでしょって5番さんの一心目の発言から SG1 っていう発言残してるから無理やり SG1 に置いたときはって5番さん真っ先に SG1 に上がると思っときなっていうだけでしょ、うん、だからそこで叩かれるのもマジで意味が分からないなと思って、そういうのに関しては6番っていうのは俺の発言を2心目も聞くっていう発言残してるから6の方が5と6比べた場合ってところは6の方が印象がいいのかなと思ってる、うん、あー難しいけどなほんまに。あの9に関してはマジで8の8にもなんかあの寄りすがってって感じだからもう正直わかんねえよ、うん、あの別にいいです、僕から来てもらっても全然大丈夫なんで、はい、ただ4番さんのこと釣ってね、あのどっかでなんかシーンが決まってないみたいな発言残してるんだから、はい、しっかり釣り切れてもらったらいいんじゃないかなと思ってる。ただそこにはなんていうの、残念ながら二縄を使ってしまうことになるけどね、それは村が取った進行だからどうでもいいよ。2番のプレイヤーが発言します。3番のシーンを追う人いる？うん、俺ね、4番さんの発言が始まってね、神5秒ぐらい待ったんだよ。ありがとう、神、うん。あの、3番も悪いんだよ。結局俺のやるべきなんだから始まって、俺のシーンスライドから始まってから。7って3しろだよね。けど3番とあの時点で使用しない理由もぶらりがないし。だからね、いろいろ動かされても、もう3番の人は解けないから、もう7番新世界で、いろんなプレイヤー使えないの。7番さんが言ったこと運動、このゲーム何試合もやってて、あの動きでも3番さんは新切りをする、もう3番の村進行で僕は行きたいし、しんどいのよ。ちゃんとこうしてほしいのよ。この後3番さんにわーわーわー言われるんだけど、れもうそれはだってあなたがじゃあ僕の、ま、発言下手すれば3番が死んだんだけど、これは。何のメリットがそれをやったのか説明して、それを聞いて意見を変える村がいんなら投票先を変えた上で俺はランテージ6発だね。ランテージ6発。うん。で、クロス声しようか。4番さんはじゃあ、7番さんを持って、1番さんは僕も持ってください。はい。4番さんは7声、1番さんは僕声の6、8ランでいきましょう。あ、椅子割り。3つってくれんの？以上。3つって椅子割り。3番のプレイヤーが発言します。椅子割るしかね。あ、はい、どうも。椅子割らないです。新占いなので、しっかりとあの反論させていただきますね。あの3番も。まず、あの僕の潜伏理由といたしましては、ね、7人でやり合わせる構図が。出揃ってたからです。ただ発言聞くと7の心はないから。まず僕は7番から白もらっていて、3000にならないと思うけど、で僕は 1でも3でもいいや、どっちでも7番が狼の時2番が新占いに見えるよね、どう考えても。で2番が狼の時も7番が新占いに見えるね、僕にしろって合ってるから。だからあのあこれやり合わせれるなと思って潜伏かけました。あのまま2番がスライドかけなかったら僕2日目までずっと潜伏してます。であのこれ盤面考察もみんなできない感じの人たちなのかな。まず7番が僕、まあ言いたいことは分かった。僕マックス強度じゃん。で囲われてるから心霊のじゃん。ただし3番に言う二郎潜伏しためで芯取れると思う。一周回って一周回って二郎潜伏は使わなくてもいいんだって思えなくない。普通にどっちが占い出るかっていうので多かったけど、あんま俺3番の芯9割が多かったけど俺してんだ唯一ですよ。あ7番と相方と陣外は分かってんだけど超えますか。まず盤面コース。言いたいことは分かった。二日目潜伏狙ったってことなんでしょ。先っとくね、時間なくなっちゃいそうだから。7、8、ただリスクあんのはさ、村津って3番が二日目に出たらさ、7番か2番の紙が通ったら、ね、ま、7番さんがおかしいなーから入って、いいかもしんないけど、3番さん、ならいいけど、3番さんの、綺麗に決まればいいけど、やっぱりね、3番さんがおかしいなー。さっきもそうなんだけど、すっごい違和感を感じた。今日は平和村で潜伏選ばれたからね。なんか、非常に。言いたいことは分かったけど、じゃあ3番釣ろう。村ならもちろん行かない。俺は騎士から行く。ただ俺もう強靭で3番のシーンをつけたから。あと俺釣りなんねえし。まあ1番か3番釣られんだからこれ。7番釣られねえんだから。だって強靭。2番の釣るの一声があるからね。だから3番に言うけどね、あまりテクニカルなことはしない方がいい。今、なんで8番が釣られんの？追放されるプレイヤーは、なんでこの村8番が釣られてるの？遺言を発表してください。ライン切りすぎで、いやもうひどいと思うわ、7番って。
これ3番さんが真かなと思っていて、まず潜伏理由は、マジでひどいと思うわ。わからなくはないかなと思いました。だからそこは別に否定はしない。ただ発言単体で見たときに7番さんの方がおかしいかなと思った。3番カメよ。クロス指示に3番ないから3カメよ、もう狼。俺はあくまで3番さんの出方に触れただけで、3番さんの2周目をしないとわかんない。で、7番さんの単体での発言のおかしいをかけてるから、俺はむしろ7番さんをバチバチに叩いてる構図だと思うから、3番さんの7、8、6が間違ってるかなと思っているし、3番さん目線で7番さんが狼だった時って、じゃあ、7、4、ローローでやってないんだったら、別に騎士すればいいんじゃないって思っちゃうから、まあ、7番さんがグレー行きたいって言ったのは、表示にも見えるんじゃないかっていう視点がなかったのが気になったかな。俺、人外だから今回はいいんだけど、9番さんちょっとね、発言伸ばしたら、だったらすげえなえる。投票が8、6に入ってるってどういうの？俺は闇で生き続ける。2番って3番って言ってなかったっけ？ 1 でもねえのかよ。3でもねえのかよ。これ、3番偽だからグレーズリってこと？3番偽だからグレーズリだったの？3番偽進行グレーズリ？まあ3番と1番ずればいいからいいか。3番が黒見つけてもいいか。8黒だったらだるいなっていう。夜が明けました。3番亀よ。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番。のプレイヤーが発言します。はい、まあ色結果を聞いてたけど、はい、8番どっちなのかね。まあ1番つってください。白か。2番の指示に従わない、のはありえないです。2番、あれ2番がどっちだっけ。俺が7って言ったっけ。俺は2番だったような気がしたけど、違ったか。間違った俺。でもまあいいや。あれ1番が2だったっけ。俺はなんか2番だったような気が、俺勘違いか。あ、でも、7番は守れるから、守りますよ。あれ俺の勘違い。あれ俺クロス筋間違って危なかったわ。俺が間違ったの、もしまさか。ちょっとその辺は2番に聞くわ。俺2番守りだと思ってたわ。俺が7、もしかして。明日7番守れます。はい。それは確実に言い切れます。だから、3番、もう俺3番死んないと思ったよ。あの説明。要は2日目に出てきますと。ありえないでしょ。うん。7番は、まあ、7番の方が死んあんじゃない？グレーの狼狙おうとした。俺さ、もう3番とかじゃなくて1番とかでもないんだったら、まあ各陣内の1番。おそらく偽だと思ってる3番とかじゃなくてグレーから投票が入ってたから驚いたんだけど。危なかったわ。俺、守り位置まさかミスってるってことが、俺はてっきり2番だと思ってたわ。やらかしたね。あ、でも1番が、各陣内ですよ。はい。1番つってください。もう発言精査してわかると思います。もう5番、6番の必要な黒塗りね。あ、特に5番への。はい、1番つってください。5番のプレイヤーが発言します。いやー、まあ、2番、7番さんについては、昨日グレーズリーは絶対ないと思ってました。グレーズリーしちゃうと、7-3 で2分の1決め打ちで、1-4 で2分の1決め打ちで、4分の1決め打ちしなきゃいけないんですよね。で、8で黒だったらまだいいんですけど、8やっぱし、8黒じゃないじゃないですか、2番さん。だから失敗したなって思ってます。だからもうこの盤面で勝つっていうのは、僕結構3の進もあると思ってたんですけど、7進進行で行くしかないなと思ってて、7進進行でブレずに行くしかないと思ってます。で、まあ1-4、まあいや、まあ、3で陣が落ちていると思っているので、まあ、1-4どちらかなんですけど、正直4番さんの、なんだろう、4番さんってパッション強いけど、陣外かどうか分かんないけど、まあ、フィーリングで僕は本当に騎士っぽいなって感じで思ってますね。1番さんに関しては。俺さ、2番が7だったっけ、俺が7だったっけ、まあ、あれ結構黒塗りが激しいから、けどこれ確実じゃないから2番が、まあ、怪しいなって思ってて、1つで投票しましたけど、昨日の盤面は絶対騎士ドラだと思ってますけどね、騎士ドラか3-7。私、スーラー観光で勝ちだからね、ヒロちゃんスーラーで勝ちだからね。まあ、1-4どっちかにどうか言って、私が7進進行なら6道なのかな。狼使用しますわ。ただそんなに6番さんの黒要素っていうのは現状見つけられてないです。人狼使用で脅迫するか。そんなに見つけられてないですけど、
まあ、ただそうですね、この番組だったら六道なんで。ん？じゃあ。6番のプレイヤーが発言します。え？ 5 番さんなんか変だったね、今。7進進行でいくのってことは、ベグ神だっていう考察だよね、5番さん視点。ってことは、1、4に確実に一郎いるっていう考察になるから、いや、俺は7の進追えないけどね。だって3噛まれてるかな。で、昨日の発言も3はなんか新芽あったよね、最後の発言。だから俺3進かなと思ってた。で、噛まれちゃってるから。で、まあ、俺は4、7、2世だと思ってるよ。4も、明らかに 5H 聞き間違えたとか言ってるけど、ありえんからね。4、7、2世。1進、3進だと思ってる。で、5が、ベグガム入れようんだったら、1、4両方落とさなきゃいけない視点でしょ？その発言がなかったよね。なんか1行きたいとか言ってたのかな？微妙だなと思っちゃってる。5番に対して。で、昨日の投票も9番は5、6白いな、8白いなって言ってて、9も微妙だから正直わかんないんだけど、どうなんだろうな。7が9しろ、俺が偽だと置いて7が9しろっていうか囲いもあるのかなとは思ってるけど、5番は村だったらもうちょっとベグだって呼ぶんだったらもうちょっと発言を伸ばしてほしかった、1、4まで。7番のプレイヤーが発言します。まあ9番占いって9番が狼やった時って結構危険、もう5、6が4のこと真って言って多分2番目線とかって5、6が黒く見えてると思うから、まあ、9占ったら白でした。いやなんか6番が結構沼ってる村人かなって思ってて、5番目線で3が噛まれた場合って3の芯も追うのが普通なのに、なんか今日になって7芯進行でいきましょう、6黒ですねってちょっと安直すぎかなと思ってるから、まあ、5、6で比べたら5の方が怪しいかなって現状は思ってます。まあ2番差に進行は任せるけど、まあほぼほぼ4号かなと私は思っておりますんで、進行。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番です、お願いします。そうですね、まあ、先ほど霊能さんが指定したんでグレー詰め8、6ランでいきますということで言ったんで、まあ、自分も8か6で、現状2番が指定したんだ、8、6ランを、まあ、俺的に3番かと思ってたわ、思い込んでた。でだから8、6ランだ、へえ。まあ、自分も7進で置くしかないかなと思ってますの、ね、で、7番さんの意見を聞いて、まあ、6番さん単体でなんか5おかしい、3噛まれてるからっていうのも、そこも自分は逆に安直かなとは思いましたけど、でもただ7番さんの発言から、まあ、5の、精査も7進で置くと6強、ローで終える、6ローだよねっていうのも、まあ確かに5、6の現状精査がついてないですね。1、4でいくなら、まあ4のちょっと、守り先ミスったっていうところがかなりマイナスかなと思いますね。4行くかな。ちょっとそれがなければ、まあ1番さん、正直現状、5A ミス、結構明確に、ランテージ6、8で4は7守り、1は2守りというしっかり言ってたんで、それを結構2回ぐらい言ってたんで、それ、ハーフ漏れされると、結構4の芯を置けなくなってしまうのは、かなりマイナスポイントなんで、自分は4番いこうかなと思って、てますね。まあ初週の出方だと、まあ、4の方が芯だったんですけど、先ほどの5Aミス見ると、まあ、4がかなりマイナスポイントがたまったので4行こうかなと思ってます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。結果的に4番にいってください。もう4がパチモンで追えないやつは終わっとると思うよ。あの発言でパチモンじゃないって言い方も、あれでパチモンじゃないって言えない人っていないと思ってるから、まああれだけど、まあ9もなかなか4に行けない構図っていうのがわからないけどね。まあいいでしょう、別に。
はい。まあ、4がローだった場合の相方は5かなと思ってる。コアおかしいだろって。だって、7新、新切り進化、何新で進行を取るんだあれば、じゃあ3って地神やんて。3が人外だったら地神ってことやろ。こんなんするわけないやん。おかしいと思うで。うん。これはもう初週というか、まあ、初週はまああれやったけど、まあ2週目からおかしいと思ってるけどね、無理くり俺のことをクローズと開けていくんだよ。ね、最終的にフィーリングで4の方が白いと思うやろ。それはおかしいと思うで。うん。でね、2にもかなってないと思っとるで。うん。5に関しては。よかったなって、6はそこにしっかり気づけてるからよかったなと思ったわ。はい。まあ4に行く ?5 に行く?まあいいや、俺の対抗が4で黒見えてるから4から行くか。まあこれで4に行けない村はもう正直もう、まあ、終わってると思ってるよ。うん。これで4に行けないのは終わってると思ってるから。はい。まあ守り先運営もなんか4の把握漏れだと思ってるから。でかもう把握漏れというかもう完全にミスってるからな、この人は。別にまあどうでもいいけど、そこに関してはもう人外だからね。まあまあ、占いに関してはやっぱりどこまで追っても心境位置かなと思ってるけん。4号ロールで提出します。以上。2番のプレイヤーが発言します。1周目の世界戦まで行くなら、まず4番さん、その把握漏れっていうかミスだけはしないでくれよってところと、で今後につなげてるそっちの別陣営なんじゃないのって、そりゃ精査入っちゃうよっていうところと、7番さんね、4か1どっちもいいから占い飛ばしてほしかったわ。もう7進進行で行くっつってんだから、黒見つけちゃった方が早いじゃん。白でも黒だし、相方があなた新進行ならってところ、いや9番さんの言ってることって全然おかしくないし、1番さんの言ってることも、俺9番さんの意見聞くまでは今日はもう4しかないから安定進行でって思ったんだけど、やっぱり1番さんの意見聞いて、何5番さんに突っ込んだところで3が地神する、そんなわけないじゃんって言ってるんだけど、いやむしろ僕ランテージしてそうやって守り先まで提示したところで3しか上先ないようにしたし、全然3の漂白紙っていうのはあるよねってところだって、その漂白紙があるわけないじゃんっていうなら6番さんのあの発言だってやっぱりじゃあおかしくなってくるよ1番さんの中でっていうなってくるから、マジで今濁ってるわ1音で。全然こんな霊能についてこれないっていう村がいるなら自由に投票してほしいんだけど、やっぱあの3の出方で俺もう芯追えないから、正直悪いけど14ランで俺の傾きは1。全プレイヤー何言ってんだよ。あのさ、もう狼空気読めよ。もうよ、7番の芯追ってんだから俺芯に決まってんだろ。もうどう考えても、あの巨人に決まってんだろ。もういやもうこれでね、狼がね2番も言ってくれんだから、あと1分入れればいいだけのことだろこんなもんよ。いやー役に立たね。ありがとうございました。投票が終了しました。追放されるプレイヤー1番の遺言を発表してください。おかしいと思うよな。まあ、4番さんこれウッシッシでしょ。いや、はいはい。ああ、そうやん。これもうあれやん。待って。三人、あ、ほら、終わったやん。ああ、何やっとん。終わっとるやろ、これ。だって、もうこれで2ロー残ってるってことやろ。やっぱ3が真やったやろ。2ローをまず確定でロー落ちとるやろ。で、まあ、5、6、まあ、5と、まあ、6に関してはちょっと分かんないにしても。あるでしょ。猫騎士ですよ、私。あ、騎士って言ってもただのあのね、あれですよ。終わりじゃん、これ。原神でいうと、この名誉騎士みたいなもんですよ。終わりだって、守り先いないもん。うん、俺、つったから守り先出れねえもん。はい、守れねえ。実際の、騎士団のメンバーじゃないですよ。いいけど、ついてこれなかった村が悪いと思ってる、ね。私は実際の騎士団じゃないですよ。主人公みたいなもんだから、名誉騎士ですよ。気をつけてください。肩書きだけの騎士ですよ。うん。申し訳ないですね。真っ赤な偽物ですよ。正規の騎士の団員ではないですよ、私は。一番さんと違って。私は偽物ですよ。ただの名誉ある肩書きをもらったただの猫ですよ。
は猫すらしましたよ。ヒロちゃん猫はね、猫すらしましたから、ね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番のプレイヤーが発言します。まあ1番さん、残念でしたね。1号ローローですね。私は7番のシーンしか追っていません。私が猫すらしたのはね、油断させてね、私が人外に見せるためでしたよ。まあ5番さん、諦めてください。私は7番シーンでしかないと思っていますから。6番も9番も白。まあ、2番が強かった。うん。1番を押してくれて本当にありがとう。3番も2日目潜伏選んでくれてありがとう。やっぱりね、普通であるべきです、ゲームはね。私が言いたいのはね、まあ、1番さんはね、まあ、原神というゲームで例えればね、私は名誉騎士みたいなもんです。主人公ですね。1番さんはね、セフィロス騎士団ですね。まあ、正規の騎士団かもしれませんね、1番さんは。まあ、原神を知ってればなんとなくわかるかもしれません。私、ただの名誉と肩書きをもらっただけですからね。うん。騎士団員のメンバーじゃないんですよ。まあ、そういうゲームがありましてね。スマホゲームでね。うん。だから私はただの名誉騎士ですよ。1番さんは正規の騎士団なんでしょうね。うん。盾のマークをもらっている。私はただの名誉騎士ですから。うん。主人公です。はい。いろんなところに冒険してます、いつも。ってことで今日は5番行きます。はい。確定陣内5番に行きます。何があっても5番行きます。まあ、1番さんは正規の騎士団のメンバーなんでしょうね。私は猫すらしてますから、ただの猫です。5番釣ります。以上です。5番のプレイヤーが発言します。いやー、1番さん、昨日ほんとすいませんでした。フィーリングで1音辻切ればいいかなって思ってましたね。昨日に関しては本当になんか発言まとまってなくて申し訳なかったなと思ってます。結果的に7が偽だったんで、ほんと7言ってほしい気持ちなんですけど、いや、PP ですかね。7-4なのかな、ちょっとわかんないけど。強靭残ってなければ PP じゃないのか。まあ、7言ってほしいかなと思いますね。まあ、4の偽も分かったと思うので、4言ってもらったら、ワンチャン、4か7言ってもらえたら勝てると思うんですけど。はい。まあ、僕の無駄をなんとか拾ってほしいなと思ってます。昨日に関しては、まあ、8-6のランテージがそもそもおかしいですよ。4分の1しか無駄勝てない形になってしまったんで。なんでもこうなった以上は7死んでおくしかこの無駄は勝ち目がないっていうことで、7死んでおいて、考察をしようと思ったんですけど、視点がバグってしまってね、本当に申し訳ない。ちょっとこういう変な場面になったのあんまなかったんで、ちょっと正直言ってバグってました。いや、本当7言ってほしいです、7。7が2セット分かったんで。昨日は7決め打ちますって言いましたけど、いや本当にね、昨日発言バグってしまったんで、なかなか信じてもらえないかもしれませんが、僕本当村人なんで、まだ6級に強靭いなければワンチャン勝てると思ってるので、7言ってほしいです。お願いします、村の人。7が偽でした。はい。7釣ってください。以上です。6番のプレイヤーが発言します。これ7-4どっちかに芯がいるの？PP ないの？2が黒結果落としてないが、どっかで強靭が死んでるか、3が地神で死んでるかじゃないと、確定で PP なんだけど。7-4どっちかに芯がいるって感じ？いや、マジわかん、とりあえず4行こっか。まあ4は人外だと思ってるから、4、PP じゃないなら4つって、まだいけるのかな？わかんないけど、5も4いけるんでしょ？ 9 が人外なの？いや、わかんない。いや、まあ4は確定で人外だから4行こうか。PP ないなら勝てるってことでいいんだよね。7番のプレイヤーが発言します。まあ僕真なんで4つっても別にいいんですけど、まあ4が5いけるって言ったから4号ってないんですよ、これ。4五郎だったら自分を偽って言って釣りに来る。あれ7番が3白だよね。なので。だから79か76だけど。しましょう。1号だったら、ね。7号、ロロがこうやる場面じゃないよね。まあ、1番めちゃめちゃ深夜と思ってたから、ちょっと4番さんにはちょっと申し訳ない。謝らないといけないね。
まあ、ということで、ね、私ただの名誉騎士ですから。のプレイヤーが発言します。まあ、騎士団の代表ではありません。私はただの。はい、猫です。プレイヤーの私はただの団員ではございません。まあ、ある意味人狼劇団の団員ですけどもね。同人ですけどもね。村をね、混乱に導いてね。危なかったよ。3番の出方とか1番がヘイトを買っていたってことにつけ込んだね。ただの猫ですよ。投票が終了しました。これ結局6番だったの。綺麗ごと言ってたけど。追放されるプレイヤーは5番終了。人狼陣営の勝利。